勝利すると、はい、ただここはチャンスになったのは大分、松本がボックス内進入していく、かわしていってフィニッシュが決まった、追加点の大分、松本玲2対0になりました。まあ、戦前から彼の1対1の能力、うん、突破していく能力のことを話してましたけれども、力ありますねこれ。もう完全に自分のペースに持っていって、最後右足、はい、